田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム381、周回遅れモンサント特集涙、遺伝子組み換え種子もラウンドアップもグレムリンの世界への招待状と関してお届けをいたします。まあ、グレムリンという映画をもうご存知のない方も、グレムリンの映画っていうのも1980年代の後半でございますよね。とってもとっても可愛がってたのに、いつの間にかですね、もう反乱をすると、まあ野良の家みたいなもんかもしれません。ご存知のようにですね、モンサントが、先週もお届けしたようにですね、まあサンフランシスコの、連邦地裁でですね、大変な、まあ、判決が出たと。まあこれ陪審制度だから、だから一般の人たちもやっぱりモンサントの作ってたラウンドアップってのはがんになるんだ、発がん性なんだってことは分かってたってことですよね。日本よりも民度が低いなどと言われてる、掛け算工夫ができねえんじゃねえかってアメリカの陪審員やるような一般の人がいっぱいいたってことでございます。でまさにこの除草剤農薬バイオ技術大手、なんで農薬バイオ技術っていうのかね、ポジティブな言葉書くのかね、狂犬病は残してるくせにですね、狂牛病と言わずに、なんか牛海綿状脳症とか BSH っていうのと同じくらい。で、ところがこのモンサントで、これからどん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 訴訟起きてくるから、もう何兆円もになっちゃう。まあな、そのもうがんでお亡くなりになる方が200億円、300億円もらえるってアメリカの制度ってのもなんだかなと思いますけれども、で、まあこのモンサントは実はもう会社としてもうないんですよね、皆さん。バイエルという、これもまあ本当にアスピリンを作ったりですね、あるいはですね、もうまあ負の話でございまして、もうモルヒネみたいなものをですね、作ってきちゃったという。バイエルが、ドイツの会社が6月に買収したら、ここが、まあ負けちゃったと。で、これをまあ切り離して考えるとかで、よくあるなんか、そのほら、窒素が、窒素の、あの、旧会社、新会社に分けて上場したいみたいなわけのわからないことを言ってる、もう会長になってたのに、もう一回社長になったって人がいて、世の中から死弾されましたけども。でもまあ、この、もう株価が急落をしてると。同時になんと皆様、経団連会長であったですね、米倉なんとか様が会長を務めている住友化学、住友化学もですね、も当時モンサントとですね、ブラジルやアルゼンチンにおいてですね、雑草用の除草剤の販売で提携するということをやってるわけですし、モンサントのラウンドアップは日産化学というところが、これがソウルエージェントで売ってるわけでございますから、日本もですね、これからじゃあ日本だって消費者という名前じゃなくて、しかもそれを JA がまさに世界中でパーヘクタールあたり最も農薬を使ってるのは中国ではなくて日本なわけでございますから、その農薬で商売をしている JA というのはですね、本当に星の王子様を商標登録しようとしている日版と同じような、もうスティンジーな、カンパニーではなかろう、オーガナイゼーションではなかろうかという話になるわけですね。でこれだってモンサントで面白いですね、2014年の記事ですけれども、モンサントの協力販路を利用して大規模市場のブラジルやアルゼンチンに商品を提供するのが住友化学だと。でモンサントには世界的な除草剤ブランドのラウンドアップがあるが、2014年に書いてあるんですよ、日経が。なぜか足元で抵抗性を持つ雑草が増えたため解決策を模索していた。住友化学のフルミオキサジンはラウンドアップでは効きにくい雑草に効果を発揮しやすい。モンサントはフルミオキシジンを品揃えに揃えて種子販売の増加を狙う。遺伝子組み換えの種子を売るだけじゃなくて、ラウンドアップで効かないものが出てきてると。だからこっちのフルミオキシジンを使う、オキサジンを使う。でもこの両方使ったらまた抗体性ができてですね、両方でも大丈夫な雑草が生まれてくるってことです。まさに昭和天皇が言ったようにですね、雑草という名前の草はないと。草にはそれぞれ名前があって、皆自分の生き方をしているということをおっしゃったわけですね。那須の御用邸に行ってて帰ってきたら、皇居の中の、まあ我々は雑草と思ってる草がないということで、入江祐政侍従長にどうしたんだと言ったら、雑草が生えておりましたので陛下が静養中に
刈らせていただきましたと言ったら、入江君と、世の中に雑草などという草はないと、それぞれ皆固有の名前があってそれぞれの生き方をしてるんだ、今注意するようにと言われたということでございますから、ということであると、まさに今申し上げたようにグレムリンが生まれてきちゃうということです。そしてアメリカで起きてきていることは、まあ水野誠一さんと行った BS11 の番組を先週も貼り付けておきましたけど、ぜひご覧いただくとですね、まさに日本の滝石病とですね、坂田の種以外は全部遺伝子組み換えになってきた。そしてみんなモンサント系列になってきてるって言ったけど、そのモンサントをなんとドイツのバイエルが飲み込んでしまったと。ドイツは一方でグリーンエネルギーだみたいなことを言っている一方でですね、この問題に関してはとんでもない遺伝子組み換えとかですね、協力、な駆逐をするようなですね、なんかヒトラーのようなものがどうも農薬関係とかですね、種子関係にあられて、そして農家が種子を持ってちゃいけない、また自分のところでそれを撒いちゃいけない、種子は必ず買わなきゃいけないなどってのは、まさに宇沢博文さんが生きてらっしゃったらけしからんと、もう瞬間違和感式でありましたから、社会的共通資本を無にするのかってお話だと思います。そして今申し上げたようにグレムリンという、みんなこれで綺麗綺麗になると、そうじゃない、 O157 が生まれてきたのも、菌っていうのは我々だって乳酸菌は食べてるんですから、菌ってネガティブなイメージなのに乳酸菌はポジティブに捉えてるんですよね。そして全部買っちまったら O157 みたいな菌はそこに住んで、それこそ20世紀少年みたいな家のところでみんなでなんかタケコプター作ったりいろいろ遊んだり、土管の中で遊んだのが全員で、そいつらが住むところも働く場所もなくなっちゃったったら、この野郎ってことで生まれてきたのが O157 ですから、あまりに我々が除菌しすぎてしまうと、水清ければ魚すまずどころかですね、水清くしようとするとグレムリンが生まれてきちゃうっていうことであろうと思います。ですからこれが以前から私が申し上げている科学を信じて技術を疑わずという人たちはですね、本当にアルゴリズムであって、我々は科学を用いて技術を超えるということを考えなければいけないということなんでございます。あれどっかにあるかな、なかったな。まあ久方ぶりにお見せしますけども、加藤治五郎さん、講道館の創設者、万元元年に生まれてるってのはそうですね、人に勝つより自分に勝て、これもですね、このフリップの上にお花畑な日本すごいぞ、異次元の圧力慢性軍団に告ぐって言うと必ずなんだこの言葉って、それは自分に後ろめたさがあるから引っかかっちゃうんですよね。余裕があればはこれを良い意味で笑いのめせるということでございまして、すぐに反発する方というのは右も左も上も下もですね、余裕がないか、余裕がない方はぜひこの加納治五郎さんの言葉をですね、けんけん服用をいたしませるということで、週遅れのラウンドアップ問題をお届けをいたしました。